その、まあ、うちはフリーメイソンのロッジの会員じゃないけどね、そのフリーメイソン本人と言われたりするわけ。フリーメイソンのロッジの人は本人じゃないのね。だからフリーメイソンの、なんやろね、よう知らない。それにとして、フリーメイソン的な意見としてね、その、まず、4エレメンツと5行、まあ、階層が違うからね。これ階層元素論、ね。バビロン説って。で、その上に同者。3元論。3元論、4元論、5元論。5元論が、あと5行。4元論が4エレメンツ。で、3元論が同者。2元論が因果。1元論が対極とか愛とかいう。その上に0があるでしょ。それは民意。ということですね。その向こうに虚があるんですね。さて、それでね、人類の分類、書いてるから考えてるときに、その、まあ、5行いつも言ってるの、健康人、肉体人。で、他の生き物との関わりもあるけど、他の生き物は5行世界で循環している。木火土金水循環。ね。単純な循環だけじゃない。で、その、頭脳活動っていうのは、こうやるんですよって言ったでしょ。それは別に流通しない、別に。4つの際立ったその門たち、要するに考え方、先生方。だから鳥で表されたりもしてしまう。ね。4種類のその門徒たち。な。で、その上が同者っていうのはその父と母と子だし、その子孫を残すシステムが三元の同者なわけね。その上に言えるのは単調。男性性、女性性。そのようがどちらでもない状態、ね、があるわけ。ね、1と0、ね。で、まあ0が女、1が男。じゃあ2は父母を表すわけでしょ。ね、例えばそういうことになる。で、結局、その、じゃあ人種、民族とか考えたときに、その、人種っていう形で、まあ、今の人類の元締めは黒人といったときに、黒人はどうしても同者存在なわけ。ね。まあ、黒人と、まあ、インド人も同者存在なんでしょ、と思う。ね。その後の部分がどうなっているか。インドの文明は意外と古いよ。みんなが知ってるって古いもん、実は。ね。ネムって呼ばれる文明です。あれ、ネム文明。ネム文明って聞いたことないでしょ、みんな。そういう文明があって。それは今言うことじゃないと思うし。で、四元論の世界になって、四大文明が現れたわけね。で、その、だから四でいいんじゃない？あれ、フォーエレメンツ。を代表してんの、四大文明。その前に、三元論の文明があったってことでいいでしょ？フリーメイソンは三角形が象徴であると。で、四つの考え方、四大文明。これはイルミナティの世界だけ。で、五行はイルミナティでもない。まあ、スピリチュアルって言われたりするけど、肉体健康人で薬草とか、他の生き物の特徴、食材としての特徴、まあ、漢方薬のと詳しい、ね。そっちの世界に。で、6元論。6は 3×2 で扱いになる。6房星も 3×2 やね。6をどのように扱うかっていうので6房星にしてる。ただ、自然界っていうか科学の世界では、便全観っていうのがあるからね。本来そっちが、六房星なんかなっていうのを今後の課題でしょ。この後の世界。そういうふうな魔術と科学との、まあ、つばぜり合いと共同の世界。それもまた一つの六房星な三角形でしょ。子孫を生むシステムっていうか、新しい考え方を生むシステムの正三角形と逆三角形。とのせめぎ合いになって、また組み合わされることによってせめぎ合うわけだから。欲望性じゃまさに。さて、じゃあ、例えば白人考えたときに、白人はじゃあ魔術得意ですか？得意じゃない。商業得意ですか？実は得意じゃないから、海賊型の商職しか仕掛けられへん。あれは商売下手な商売やねん。白人が最も得意なもの何って考えたときに、集団戦術も下手やねん。な。だから、はっきりしてんの。サッカーでも白人のチームの戦い方は非常に特徴出てしまうんや。あれ、下手な証拠やん。実は言っちゃった。ね。じゃあ何に向いてるか。探検に向いてる。探検。な。
探検に向いてんだから、やったら探検に向いてそれと商業組み合わせたらあかんかったな。ええ意見やろこれ。アジア人は商売って、まあ、東アジア人商売に向いてるね、土よね。で、火の人たちっていうのは、ここで黒人とインド人を外すからね、3やからの人たちはね。でしょ。でもインド大陸も 三角形し、アフリカ大陸も大陸も三角形じゃない。ね。ね。それで、結局、その、今イスラムの人たち、あなたたちは明らかに火でしょ。まあ、火の特性がたたって、で、砂漠化しちゃったと考えるべき。めっちゃ火星の人たち。メソポタミアとかね、エジプトも含んでね、中東の人たちもめっちゃ火やん。白人はめっちゃ風やん。アジア人とか東アジア人はめっちゃ土、ね。で、それは、ネイティブアメリカ、インディオのあたりも東アジア人。じゃあ水は言ったら東南アジアが明らかに水やから、ね、そういうふうな分類してる民族特性っていうかその四大人種っていうふうにそういう考え方をそっちにするべき。今の人類分類は間違い、ね、でしょ。フリーメイソンの三角形なんだ。エルメスの三角形っていうか陰陽ね、エルメスは陰陽と表されるでしょ。だから私たち基本的に男女とか父母から生まれた以上、基本的にエルメスやん。基本的にエルメスやん。いや、まあ、どっちな。四大文明の存在。四種類の大家たちに分かれてしまった。その大家同士は決して流通しない。これが、フォーエレメンツ同士は流通しませんよっていう考え方。でも五行は循環理論。で、商売得意な土の、要するに、フォーエレメンツの土、ペンタクル。タロットというかペンタクルの人たちが五行を編み出したわけね。だからペンタクルは五芒星が書いてあるね。ね。っていうな感じで、続きみんなでそれぞれ考えて、うちも続き自分で考えるから勝って、そんなかもしれないじゃん。とりあえずここね、極めてまとめたからね。